皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。ご視聴ありがとうございます。さて今回はですね、いつもお世話になっております横浜植木さんから野菜の種をいただきました。ありがとうございます。こちらラディッシュの種ですね。で、実は横浜植木さんがですね、ベイファームシリーズといって家庭菜園で育てやすい種のシリーズが出てるんですよ。で、これがその一つなんですが、特徴的なのはですね、後ろ見てください。こちら、はい、定規がついてるの分かりますかね。何センチって測れるようになってるんですよ。これありそうでなかった画期的な素晴らしいパッケージ。というのも、野菜家庭菜園やる上でですね、種をまず撒く時の間隔っていうのも重要ですし、かつですね、育てていく中で間引きって聞いたことありますかね。間を引くと書いて間引きなんですが、野菜を育てていくためにやっぱり土の中でも根っこと根っこがぶつかり合うと生育がね、阻害されてしまって小さくなってしまったりとか、うまく育たないってことが起きやすくなるんですね。これ野菜共通です。で、野菜によってですね、その間引きの感覚っていうのもね、ちょっと変わってくるんですね。で、かつその間引くときに、種をまくときに一回一回メジャーだとか定規を持ってきて測ってやるってちょっと大変じゃないですか。で、それをね、叶えてくれたのがこちらですよ。もうパッケージを巻くときにこれ使ってね、間隔測れますし、その後間引くときも、まあ、葉が出てから間引く形なので、それまでちょっとこれね、プランターにこうやってつけておいて、刺しておいてね。で、間引くときにまた間隔測って使えるという画期的かつ本当に便利なシリーズですね。で、もちろん育てやすい野菜で、で、発芽率もいいですね。で、かつ美味しい野菜が揃っているのでおすすめのシリーズであります。で、今回はラディッシュいただいたんで、ラディッシュのね、種の巻き方と基本の育て方をお伝えしていきたいと思います。で、意外とね、まあ、ラディッシュ、まあ、20日大根っていう名前、20日の大根、あと株だって思われてる方多いんですけど、これ実は大根なんですね。まあ、大きいね、根っこがだから、こうまん丸とね、大きくなってくれる、美味しいですよ。しかも赤色なんでね、彩りもね、食卓に添えられますよね。で、食べやすいし、いろいろ、この葉っぱも食べられるんでね、おすすめですし。で、かつ、育てやすいので、もう初心者の方にも、これから家庭菜園始めたいなって方にも、ラディッシュとってもおすすめなんですけど、意外とね、やってみたら、うまくいかなかった。この株の部分、株というか大根なんですけどね、大根の部分がうまく太らなかった、まん丸くならなかったよって方も結構多いんですね。それは、実はそのさっき言った間引き、感覚の大事さっていうのにあるので、その辺もね、合わせて今日は種の巻き方を実演しながらお伝えしていきたいと思います。それでは参りましょう。さあ、それでは早速始めていきたいと思います。もうラディッシュのね、種の巻き方ということでまず始めたいんですけども、これ今回こちらのね、ベイファームシリーズのラディッシュ使いますが、全てのラディッシュの種に共通ですので、ぜひね、ご参考になさって皆さんもね、種を手に入れたら育てていきましょう。それではいきますが、まず用意するものは種ですね。もちろん種と、あと鉢ですね。植え付けるプランターです。で、基本の今日はプランターで植え付けていくんですが、ラディッシュね、僕もいろいろ試しましたが、あらゆる鉢で植え付け可能です。ポイントはあって、やっぱり根っこを育てるので、ある程度の深さはいります。15センチぐらいですね。でも15センチぐらいあれば、ラディッシュ育ってくれます。なんで余った鉢とかありましたら、そちらで作っていただければいいかなと思うんですが、まあ最初はね、このプランターで育てていく方が、こう今回巻き方として、筋巻きって言ってね、横一列にこう並べて巻いていくんですよ。そうするとたくさん収穫もできますし、まあせっかくですから種いっぱい入ってますから、たくさん収穫という意味では、やっぱりプランターがおすすめですね。でも、ちょっと気軽にも楽しみたい方っていうのは鉢15センチ以上あれば OK です。で、あとは牛乳パックとかね、そういったものを使って育てることもできますからね、またまあ、おいおいね、そういったものも説明、ご紹介していけたらなと思っていますが、今日はプランター使っていきます。で、あとは土ですね。野菜用の培養土で OK です。これもね、わざわざその土、配合して作るっていうのももちろんおすすめなんですけども、難しくなっちゃいますよね。普通に売っているですね、野菜用の培養土。で、できれば肥料入りのものを選んでください。今回もそちらご用意しましたが、元肥入りって書いてあったりしますね。肥料が入っているものを使っていただければ、その後ね、わざわざ肥料をね、またやるとか、追肥するとかも、それほど必要なく育ってくれるのがこのラディッシュですから、とっても簡単なんですよ。で、こちらそれを用意していただいて、あとはですね、こういった風に、まあ、鉢にもよるんですけども、プランターですとこんな風に網がね、だいたい敷いてありますよね。これね。で、ここにですね、やっぱり水はけを良くするために鉢底石入れていきましょう。普通に鉢底石で OK です。こういうね。はい。どんなものでも OK です。お家に余ってるものであればそちらを使ってください。で、その時に、そのまま鉢底石入れちゃうと、特にこの家庭菜園の時って土もたくさん使いますから、後でね、
植え替えを、まあ、収穫した後はね、またこの鉢使いたいじゃないですか。プランター使いたいですよね。その時に鉢底石と土が混ざっちゃうと、まあこの仕分けるの大変ですよね。ですのでおすすめが鉢底石そのまま入れるんじゃなくて、こういった風にネットに入れて使うんですね。これ専用のネットも売っていますし、あのなければ100円ショップの、はい、水切りネットで OK なんですよ。でただこの水切りネットの時にストッキングタイプとか、ああいう細かい目のものじゃなくて粗めの目ですね、少しこう目がしっかりとね水がはける場所ができる、こういったものを使ってください。でここにですね、ある程度鉢底石を入れまして、あと、まあ、いちいちその結ぶのも大変なので結ばなくても OK です。こんな風にこぼれないようにちょっとこう畳んでいただいて、でこんなサイズできますよね。でこれをはい敷いていきます。こういう感じに敷いていけば OK です。でこれ1個大体3個ぐらいですね、今回は2個。はい、こんな感じですね。こんな風に3つほどこのプランターは入れましたけども、いくつか入れていただければ鉢底石をね、後で土と分ける手間なく植え替えることができますので、こういう風にねネットに入れて使っていただければなと思います。水はけ良くするために今回ね鉢底石を入れました。で土ですね、土をある程度入れていきます。土の量なんですけども、水白部分ですね、ウォータースペース、まあ、普通の植え付けと一緒です。だいたいこの指の第1関節、第2関節ぐらいまでですね、まあ、2、3センチ取っていただければと思います。はい、でこんな風に土を、はい、入れれば、あ、種まきの準備は完了です。ここにいよいよ種をまいていきます。もうとっても簡単なんです。で、まあ、種を出しておきました。こんな風に種ね、ラディッシュの種、可愛らしい種ですね。で比較的粒がしっかりしているのでとてもね巻きやすいですね。でこちらを植え付ける、種をまくときにポイントは筋巻きっていう方法ですね。もう指でだいたい1センチぐらいの深さでいいんで、ここでぐーっとこんな風に横にこう線を作ります。筋を作るんですね。はい、で今回まあプランターもう一箇所いけますね。こっちも少し間を空けたら、間を空けてですね、もう一つ筋を作りましょう。こんな感じです。だいたい1センチぐらいで OK ですね。はい、でここに種をまいていくだけです。簡単ですね。種をつまんでいただいてですね、ここでポイントなんですが、はい、さっきのこちら定規ぜひね使っていただきたいんですが、だいたいこの1センチぐらいの間隔でまくといいですね。まずは1センチぐらいの間隔で、とはいってね絶対にそうだってやる必要ありません。もう大体もうこんな風にね、あのくっついて落ちちゃっても大丈夫です。それをもうそれでそのまましといて発芽させましょう。大体をこう一粒一粒こう置いていく感じ、1センチぐらいの間隔を持って本当に巻いていくっていうことです。便利ですね、この定規があると。どうしてもね、指でやりますと2粒ね一緒に落ちてしまったりくっついたりするんですけど、それはこの後の間引きっていう作業でしっかりね、あの間隔作ることができますので、ここは本当難しく考えず、さささっとこんな風に巻いていってください。簡単です。はい、まあ、先に1列巻きましたけども、でこんな風に巻いたらですね、ここで土を寄せます。はい、もう横側の土をさっきこう穴を開けましたので、筋作ったら横にね土がこう盛る感じになりますから、その土を戻す感じです。はい、こんな感じで、こんな感じで簡単ですね。これではい、一筋巻きは完了しました。こういうことなんですよ。ちょっともう一度いきますね。こちら同じように、まあできれば、まあ、こちらのね種を使えば、まあ、この最初から定規パッケージついてますからとっても便利ですね。こんな風に間隔をつかんでいただいて、1センチぐらいの間隔でまずは巻きます。でも、まあ、なかなかねこうやって定規使うの大変だよって、このパッケージがねないんだって方はですね、あのだいたい指のね、まあ、ご自身のね、そうおすすめはね指のサイズ先に測っておくといいですよ。自分の指の第一関節が何センチぐらいなのかっていうことなんですよ。さっきのウォータースペースもよく2、3センチって言うじゃないですか。で、第一関節ぐらいって言うんですけど、自分の第一関節が、例えば僕なんて2センチちょっとなんですよね。はい。ってことは第一関節までで OK なんですよね。そういうことなんですよ。で、今回も
僕がその 2センチちょっとなんで、第一関節の部分の半分ぐらいですね、それが1センチという感覚なんで、指でそうやって測ることもできますのでね、そんな風に自分の指が何センチなのかっていうのを定規のようにね使っていただくというのもおすすめですよ。はい、もう本当にこんな感じでパラパラと巻きました。見えますかね、こんな感じですよ。はい、で同じように土をこんな風に、サイドからも落としていきます。はい、でちょっと押さえていただいて、これでもう完了なんですよ。簡単ですよね。でこの後ですね、たっぷりとですね、こういったじょうろで水をしっかりやってください。鉢の底から流れ出るまでしっかりやってください。でもポイントは絶対シャワーついたじょうろでやってください。ハス口のついたじょうろ、もしくはシャワーでやってください。優しくです、優しく。というのも強くやってしまうと、せっかく植え付けた種が外に出てきてしまいますので、優しく優しく全体に水をやるっていうことですね。はい、というわけで種まき完了しましたね。簡単ですよね。こんな風に植え付ければラディッシュ収穫することができます。でここから基本の育て方です。こちら押さえないとうまく育たなかったってことになります。ご経験ある方もですね、ぜひ聞いていただきたいんですが、ポイントはまず発芽までです。発芽までは土を絶対に乾かさないようにしてください。なぜかというと、種が水分を吸収して発芽してくれるわけですので、湿った土が重要なんです。湿った土と触れ合うことで種も水分を吸収して発芽してくれるわけなんですね。なので発芽までは土を乾かさないです。乾かさないようにですね、まあ、随時水をやるなり、もしくは植え付けた直後にですね、湿った新聞紙などですね、もしくは湿らした不織布などそういったものを上に敷くっていうのも一つおすすめだったりします。そんな風にしてとにかく発芽までは乾かさないようにしてください。で発芽の適温である15度から25度ぐらいある、環境、まあ、春秋でしたらですね、大体早くて 2,3 日でもうね発芽してくれます。じゃなくてもですね、まあ、大体1週間ぐらいで発芽はしてくれますね。で1週間ぐらいその経つと、双葉、最初の子供の葉っぱです、双葉2つの葉っぱですね、出揃います。そうなった時、最初の間引き作業がポイントです。これ最初に申しましたよね、間引き。なぜ必要かというと、植物ですから根が張ります。で特にラディッシュは根を食べます。根を収穫するわけなんですね。で根が土の中で隣同士ぶつかり合ってしまうと、生育が抑制されて阻害されてしまって、うまく育たない、太らないってことになってしまうんですね。ですので株をぎゅうぎゅうに詰めて育ててはいけません。間引くってこと、まあ不要といったらあれなんですけども、しっかり育てるために、株を剪定するって感じですね。ちょっと心苦しいものはあるんですが、ちなみに間引いたものもね、双葉の状態であろうとも食べられますからね。それも野菜なんかに入れて食べていただければと思うんですが、まあその間引いていただいた方がしっかりと育つことができるので、やってほしいポイントなんですね。でその際に弱々しい双葉、あからさまに他の双葉よりも小さくてあまりねうまく育ってないなっていうものがありましたら、そういうのも抜いちゃってください。はい、でまずこれをやってほしいんですね。でさらにそこから1週間ぐらい経つと、いよいよ大人の葉っぱ、双葉の間から本葉というね、大人の葉っぱが出てきます。本葉がだいたい2枚ぐらい出てきたらですね、2回目の間引きやってほしいんですよ。できればこれもやってほしいんです。最終的にだから間隔は 4,5 センチ空いているといいんですね。それぐらい確保できていれば、下でしっかりとね、まん丸の大根、20日大根ができてくれますので、2回目の間引きもやってください。その際は今申しました通り、だいたい 4,5 センチの間隔です。最初に2センチ間隔で間引いておけば、またそのさらに間ですね、を一つ抜くっていう感じです。そうすると、おのずに 4,5 センチの間隔ができますので、そうなれば、あとはしっかり育てていくだけです。で発芽した状態であれば、もうあとは明るいですね、まあ、直射日光は避けていただいて、明るい日の当たる場所でですね、しっかりと土が乾いたら鉢の底から流れ出るまで水をやる、この基本の育て方で十分ラディッシュ育ってくれます。でできればまあ他にもポイントとしてやってほしいのはですね、まあ、双葉が出たタイミングでですね、土を寄せていただくとか、株がもしぐらつくようであれば、横の土を寄せていただいて、ぐらつかないようにしていただくっていうのを随時していただければ、よりしっかりと成長してくれます。でそんな風に育っていくと、まあ、本当に早ければ20日、まあ、ないしは1ヶ月、ちょっと冬場とかね、寒い時期もね、実は育てることが可能なんですよ。その時はちょっと2ヶ月ぐらいかかるんですけども、収穫のタイミングとしては、上にね育ってくると、この赤い部分ね、その大根の部分が見えてきます。
土の上にね、ぷっくりこうね、ひょっこり出てくるんですよ。育ってきたらもう収穫のタイミングです。で、結構やりがちなのが、そこから、いや、もっと大きくしたいんだと思って、収穫をしばらくしないで、まだまだ長く1ヶ月、2ヶ月と育ててしまう場合があるんですけど、そうなってしまうと、この大根部分がひび割れたりとか、育ちすぎです。ひび割れとか吸っていって中に亀裂がね、穴が開いてしまったりとかするので、そこまではしないでください。もうひょっこりと赤いまん丸、あからさまにそれ、もう2、3センチ大きくなってるなって見えてきたら、もう収穫しちゃってください。で、葉っぱの部分も全部食べられます。葉っぱの部分はおひたしだとかね、お味噌汁に入れてもいいですし、で、この大根部分、20日大根の部分はもうスライスしてね、サラダにもしていいし、あとピクルスなんてのもね、おすすめですね。もう食卓が彩り溢れますし、かつ栄養素も高いですから、おすすめです。こちらのラディッシュ、ぜひ育てて、皆さん、収穫も楽しんでみてください。ぜひね、育ててみたいなと思われた方、そして、今まで失敗した方も、これならうまくいきそうだと思われた方、ぜひ、グッドボタンもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録もお願いいたします。それでは、未開の趣味は園芸チャンネルでした。ありがとうございました。